この先月ぐらいに輪郭が変わりました。こっちはね普通なんですよ。これが通常、うん、この前も生えてた。この前も生えてて鬼笑ってました。笑ってました。でも2回目だけもうそんなしんどくないでしょ。でも言ってなかったからここヤッホーブンみたいな。そうですそうなんよ。違う、なんか何だったっけ、あこのマスクをね私持ってるよって言って、持ってるよってブンってやったら、そう痛いって言われてごめんってなった。そうそうそう、死ぬほど気をつけてください。見てちょっと、うん、いろんなメンバーが配信してるので、まあ、特にね福田あかりさんのルームとか、ね、集まってると思うんですけど、これはね、いる、別の視点で見たい方は見てください。でもそれ以外ない。よろしくお願いします。そう、実マスクグラデーション、そう、なんか小顔マスク、お顔お顔ちょっとね、見る買った。これそれで見れるよ。そう、同時配信してる。ちなみに隣に岩村の美月さんがおられる。やっほー、こちらのホームページです。2枚入りなので2つに分けました。そうそう、赤いの歯に挟まってたのはソーセージでした。うん、あとキクチ、はい、確かにそろそろじゃあ、たこ焼き食べた。あ、人狼やるって言ってた。5ぐらい食べました。あ、待って待って、さ、すごい24時間で私は12時で切れます。私はすごいなんか最近視野逆転してるので、もう眠くて結構はけてたんですけど、ありがとう。吉田さん、今日は吉田さんお誕生日も眠れないみたいです。まあ、一回家帰るんですけど、みちさんに、みちさん、ね、ありがとう。みちさんが来るので今日は寝れません。ごめんよ、センスなくてお邪魔します。今夜は寝かさないぜってやつです。そう、あ明日朝配信の写真、あいいですよ。今日は、ね、お泊まりだから、自分の歯茎がさ出てきたのかと思ったらウィンだった。怖い。だからね、ホラーじゃん。今日は部屋をめっちゃ片付けました。今夜は寝かさないで。うちあるかりでは、うん、みんな元気やなって。確かに。え、人狼どうなった？人狼する？人狼しますか？何これ？ね、可動域は入れたあれです。やる？やろっか。お願いします。イエイ。若者って人狼好きよね。誰かの携帯見る、携帯大人ぽよふくん、ありがとう。最近タンクトップじゃないわ、なんだ、ベスト好き。なんだろう、今日もベスト買った。みゆん、ごめん、お菓子全部出た。たこ焼きまだ焼いてる。そこにいる。ごめん、よいしょ。全然頑張って、ねじ込んで。頑張った。あ、ねじ込んだ、ねじ込んだ。かわいいですよ。何入れたい？みんな。ん？え、でもね、意外とね、占い師いないのね、面白いよ。新鮮。そう、人狼いないぐらい人狼。あれ、ゴリラ人狼。騎士はいる。騎士はいるの？騎士はいる。鍋ないでしょ。そうね、終わっちゃうじゃん。いや、しかも人狼もさ、占い師ですって言えないから。確かに。あれなのか。本当の演技みたいな。一回なんかデフォルトでやってみて。細くなった。細くなった。二の腕。赤に向かってくるやつじゃない。二の腕鍛えてる人。この見てだって。ここにいる。あ、いいよ、マキちゃん遊んだやつ。忙しそう。なかった。え、飲まれた。小野沢さん、二の腕見せてあげて。いいよ。鍛えてる。いいな、朝まで付き合ってもらえるよ。いいですか。飲むもんね。目覚めるやつ。あれ？
何何お家のイチゴのこれパック何それ誰誰やる生卵、うん、何これみんな見てる見てるモンスター朝の9時ぐらいがやばいと思うあれがというカテキルだまして後でチューミュウミュウがくれました腕を鍛えてるの右の腕めっちゃ鍛えてるんですこの人言ってない富士が何こうやってやったらちょっとなんかでも確かに富士ぐらいになるとそうだね腕めっちゃ長いよ、うん、長い綺麗細手だけすごいもう余分な肉がない何も見えない光が飛んでわうわすごいドカちゃんの方がすごいあのドカさんはすごい確かにマジプルプルなくしたいでもプルプルどうやってやってるんですか、ダンベルとか持ってこうってますおー筋トレ二度腕はでもプルぐらいがいいです女性は矢野さんは足の筋肉も結構いい筋肉曲線そこじゃ見えないありがとう大きいですね。どこの洋服ですか。ね、これはね、GU で、これは可愛いし、ザラでございます。可愛いよね。可愛い。ファッション的に。靴はマットチプラ。スタジオフリップでございます。おー、可愛い。ちょっと見え、私から見えてる。ここまで。これ可愛い。ああ、ちょっと。何？ああ。ちょっと何やくよ。地域応援プロジェクト始まった。あ、ぜひポノで出てもらうので見てください。あ、今日総写真。あ、白川さん、ありがとうございます。あかりんさんのグッズだ。明日使うものたちは。食べない。何？私だけ分かりやすい。洋服紹介ありがとう。何？これはね、すごい荷物ですね。ジノ2人、お庭子。これね、まだ自由で売ってたし、これはまだ売ってたザラで、これはおーいみんな、ジョエテみたいな。実家のね、お花でしょ。そう。ユミコの写真でさ、おばあちゃんのお花が写ってたりさ、でこれ動いてないんですよ。ぜひ見てください。恋人は滝のって感じだよね。ザラやっぱりね、本当嬉しい。もうダメだ。髪の毛が死んでる。最近なんかお優雅さん目をね休ませるために化粧をね全然できてないパパラッチなので質素な顔ですメンタリスト素朴なんか難しいのいらん優雅さん、うん、誕生日なんか強靭とかそういうのいらん普通のやつ最初はやろうハートありがとうございます人道に、うん、遅い遅い目は少し良くなった。おーおー目だいぶ。ありがとうございます。クマ。カリーなにカカリー。ほぼいない。嘘だよ。何がかりいないわけないじゃん。あんごちょっと靴を見せるたびに私に見えるの。支えになって支えてあげる。でも中が見えてる。いや、見えたら見えてる。どこどこやばい。こっち。別アングルから。お洋服おしゃれありがとう。これイング。今日イングのさ、イング通ったらさ、あ、そうそう、おっちゃんがいたんだよね。え？背景に。マジこう見ててイング、あ、おきちゃんがいるってなった。そう、イングで買った可愛くて。おきちゃんは許さんって。あ？なんかミスターのファンの人、私のこと許す人多いのに。そう、ふくちゃん。やっぱりね、ミツのファンの人にいつもね、あれ。危ない人認定されてるガチっぽいからじゃないですか何もしてないのに何もしてないのにあかりんさんってなんかめっちゃ冷めてる時は冷めてるのに、うん、そういうことするからちょっと怖いんじゃないですかなんかいざ聞かれたらいや別に何もないみたいな別にいつも冷めてますけどあすいません別にさん別にですけどありがとうございます別にですけどねどう思ってるんですかキャップはキャップのこと逆じゃねいやキャップのことうん女さらしだなって思ってあまあそれは同意男さらしでもいいんだけど別にそれはいいんだけど女さらしはちょっと許せないなって、うん、ほうほうその心はそうだからなんか結構
私が一番目に葵ちゃんの肉じゃが食べるね。うわ、なんかこういうところ、マジこういうところ。ラーメン、ラーメン、どうって、両方アカリーの違う、アカリーが眠くなった時にこの食べて元気を出すようなの。葵ちゃん誰に作ってきたの？え、なんか。みゆみゆが食べてさっき。おい、バイバイ、まきちゃん。え、帰る？お疲れ、ありがとう。明日仕事頑張れる。明日仕事なんだ。ファイティング。まきちゃん、スノーのといいから写真撮らせて。まひなさん帰宅。まはちゃんも食べたの？さよなら。大丈夫。いいね。あと？みちさんは悪い女やで。違う、うん、あなたマスクしてすぐだったら、はい、弱いね。まひなさんのモノマネ本人の前でできてよかったね。うん、よかった。いい、まあ、よくやってたけど。ありがとう、まひちゃん。ありがとう、お疲れ様でした。頑張ってね。お疲れ。ジジ連れてきてもいいよ。ジジ、あ、連れてきてもよかったよ。ジジは行く。ジジに会いたい。猫。ジジだせ。気持ちいい。ジジ。冷た。ジジだせ。エサだけ置いとくか。エサだけはいい。頑張ってみんなさん。お疲れ。お疲れ。バイバイ。うん、大丈夫。いた。大丈夫。マッチャ送る。マジ？ジジに会いたかった。アニマルセラピー。ちょ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 。さよなら。気をつけて。お疲れ。たこ焼きを回すみーちゃん。ファンの皆さん、おやすみなさい。回した。セレブみたいな去り方。グナーイって。うん。明日ね、お邪魔できるか分かんないけど、できたらしたいなとは思ってます。明日オフだ。8月後半オフあるかも。前半全然なかったけど。ティッシュ、ティッシュ。ありがとう、ミッシさん。でも明日、私は明日仕事あります。カバでーす。本当はないはずだったね。私も今日は会ってしまった。本当は映画の予定、うん、2人で。でも私が会って、明日が会って会わなかった。歯ないの。親知らずを抜きました。こんな感じ。やばいですね、輪郭が変わってます。これ見ててたんですよ。ひまわりじゃん。あれ、確かに自分らしくないもん。本人いないし、誰も知られてないし。え、メール送ってなかった。あら、あ、あ、これあれか、あれだ、うどん、うどんだ。あ、取った。歯はね、持って帰りました。飴食べてないよ。おー、いい。私に今日もくれてありがとう。2日連続配信。確かに。白桃。言ってや。言っといた。あれ？あれ？すごい。じわじわしてる。ほのたん、巻きほので帰るって言って。あ、あります。危ねえから。そうだね。確かに。夜だから。お邪魔しました。お疲れ様でした。写真撮っていいやろ。あら、グミは。バイバイ。バイバイ。グミこの辺なかった。頑張って。ペッタグミみたいな。いますいます。なんかメロンみたいなやつでしょ。え、ミーミーって同じだよ。え、それ欲しい。マヒホの湯なくなった。いい。お出はこんなの誰の。ありがとう。ロンロンって。いいんだ、ロンって。お疲れ様でした。
めっちゃこうやってやらんとめっちゃ低いとこで吐いてる。大事に。あの、は、あ、どうも、は、どうも。ちょっと待って、11時5分。なんかこんな時間に人といるのなさすぎてびっくり。でもバーバー作る3人スリーショット、うん、2人で、うん、せーの、せーの、せーの、ありがとう。いい画角が。頑張れみんな。みんなっていうか福ちゃん。ありがとう。コンビニ来る人みたいな。それな。あ、あそこにカバン置きますよ。いた。あった。お腹。それお腹。ちょっと。ショルムしてこよう。やった。バイバイ。バイバイ。葵様の肉じゃがです。あれで帰るから。あれで帰る。T で帰る。T で帰る。ダンサーの先生のモノマネするんで身内ネタです。ミエミエの公演でマイカ先生喋る？喋らない。喋らない。うん、喋ったら喋らないけど、え、いつからでも喋ってほしいね。喋ってほしいね。安全ピンってありますか？安全ピン、え、これやる？やる？そこにあるか、うん、すごいやばい出たもんね。かわいい、ありがとう。やる、やる。何時までいる？まあ一応出るっちゃ出れるけど、どん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 眠くなってくる。睡眠。いただきます。うん。めっちゃ冷めてない？うん。すごい。ごめん。ごめんなさい。うわ、上手だね本当。なんか回を重ねるたびにさ。美味しい。これキルのクオリティが。うまっ。あ、ゆりかー染み込んでます。はい、ゆりこ人狼、ゆりこ人狼、ありがとうございます。そんな人狼ある？おいしい。ゆりこ人狼だった、ごめん。人狼好き、そんな人狼ある？好きだな。人狼好きだ。人狼好きだ。ポッキーって誰？ポッキー、私？ポッキー、ポッキー。羽は羽。え、待って、ゴー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 は勝手に名前登録されてる。ゴーゴー無関係、本画言語ミナミ、ゴーゴー、みんな眠い。うん、食べたいな。ね、本当に良かった。ウィンナーで良かった。本当に怖かった、もう本当に歯切れてる。あー良かった。本気で心配してた。本気で心配してた。はい、ちゃま。あれがさ、本当に肉だったんだ。ちょっと、ちょっと配信中に連れるんだよ。それだ。あ、明日、歯医者に行ってきますだよ。人狼するみたいで。私の名前、ポッキーになってた。好き。ちょっと、イチャコラしない。ほら。除外しないな。人のショールーム見たときさ、自分の文字大きいのにびっくりする。自分のに戻ったとき文字でかーってなる。え、これ見せたの？ファンの人に見せてないわ。2匹だけ見せたよ。まつだけ見せたよ。早っ。これミツのお尻です。これミツのお尻です。これミツのお尻です。これです。これミツのお尻です。ぼんじり、ぼんじりです。ぼんじりです。ポッキー、はい、ぼんじり食べたい。ミツキのぼんじり食べたい。もうやめて。あんた同じ顔しよう。食感もなっとるし。見ながら私みんなが感謝してくれたのかな。お尻を教えてあげたことに対して。葵さんです。人狼感動してない。みんな役職が始まった。え、
おかしい、みんながおしおしりと教えてくれてありがとうって言うと思ったら誰跳ねて逃げてだって、マミ逃げて、なんでやべえやべえ、ねえ、今度こと2枚入ったのやばいね。え、そうなんですか。え、今リプ返していい？取り返して、え、いいねで返しますけどいいですか？嫌だ。え？え？そう言って目がやばかったんですよ、昨日アイゴ違うよ、本当にダブルビタミン綺麗だったから、その時に言ったからだよ。人狼何？もうなんかまだ1ヶ月ぐらい、何何今何中、ずっと朝起きた時目が開きにくくて、うん、あ、まだ今あの怪しい人狼、会えたらゆる、そうだ、はい、はい、目薬とかも買いました。2人、ちょっと高めの1000円ぐらい。えー、そんなに占い師1人、霊媒師1人、歴史1人。歴史歴史歴史、大丈夫、お尻お尻、歴史ね。もうどこ行ってもするじゃん。はい、お尻お尻、はい、人の2人だって2人なんだ。歴史は歴史、あ、歴史、歴史やべ、何すんの、歴史ありそうなんや、ありそうなんや。歴史の役割なんだ。ドスコイで力で。私市民、普通の。あ、市民。市民、市民でした。ノーマル、ノーマル市民、ノーマル市民。あ、市民。市民。ノーマルって普通のってことよね。うん、ノーマル。なりました。おお。あ、なりました。うん。で、え、は、霊媒師と何があるんだっけ？霊媒師。騎士占い師。うん。人狼2だって。一二三。で、市民何人？三本と。三？市民いるんだ。マジで市民だから何も言えない。あ、本当だ。いやー、私だけ平和。え、終わったのもう。ちょっと。え、占い師ないの？霊媒師いるんよ。みちろんじゃないの？占い師は霊媒師だよ。占い師。霊媒師と占い師違うの？違う違う違う。霊媒師は死んだ人が。みちろんは何師？霊媒媒師。あ、じゃあ死んだ人を見てるの？そうそう。誰か知らない。安牌安牌な人。いや、福ちゃんいるじゃん。福ちゃんリアル教授だもん。リアル教授ことです。リアル教授。はい、占い師。何だった？葵ちゃんが人間だった。おあら。そうだよ。反応わからんよね。騎士は葵マイハマオールってことか。ってこと。もし他に出てこないんだったら。そうだね。何騎士？でも騎士言っちゃダメだよ。確かに殺されちゃうから。何やろ、さっきからうろうろしよって。帰った。何や、あ、話し合いで殺さないといけない。そうだね。今ってあ、占い師が前か羽霊媒師がみちゅう、あおいちゃん人間、あおいちゃんが人間、人間で人間はあと2人、わかんない、騎士かもしれないし、あ、そっか、市民かもしれない。狂人いないよね。狂人はいない。急に狂人出てくるかもしれない。人狼さんに兄あの下ありがとう。あ、アンガーありがとうございました。アンガンゴンゲーでしたね。それを踏まえた上での市民だと。どうする、どうする、誰する、するするって何、その専門用語使わんじゃうから。じゃあやっぱでもさ、みちゅはあれでしょ、でまいはがあれでしょ、で青いターンも白なんでしょ、でそれ以外から選んだ方がいいよね。うん、もうそれ以外の人をじゃあ何でも多分ってなっちゃうよね。もう今別に誰死んでもいいじゃない。そんな確かに恋愛しようって何もうだって分からんもんね。真の霊媒師がおるけ。あ、ごめんね、ごめんね。真の霊媒師。もういいよ。私が真の霊媒師。もうじゃあ、理由もなく吊るされる人を選びましょう。かわいそう。占い師一人？マイナだって。うん。すごい。では、アイちゃんを。白。白。うん。アイちゃんは何だ？の市民です。後ろの方にぼんやり市民だから何も言えない。映ってないですよ、うん、もうがっつりここしか映ってない。すごい、すごいよね。やみこ、はい、なんかなんかにゃんにゃん、やばい、私すごい全部の画角に映れる人だ。いやー、おー
なんか繋いだら星型になるんじゃないですか。なんか。はい、見ちゃう。笑顔が可愛い。はいはい。なんで収まっか。めっちゃいいね。そろそろ。引っ張られすぎ。好き。はい。はい。これも自分が思う人でいいんですか。うん。笑ったとこですね。はい。はい。見えなかった。とても大好きでした。大でした。とても。ピアノ舞台にかけてしまった時に。もうダメだと思いました。はい、もう僕は八重川推しの僕は、はい、推し変するしかないって思いました。はい、でも分かります、ね、でも今とりあえずなんて言ったらいいんだろう、誰かが吊るされないと始まらないので、おのおの吊るしたいメンバーを挙げてます。好きだ、話し合ってないので、好きだ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 、誰か誰でもいいから、好きすぎて重なった人が吊るされる。僕はもうめっちゃ嬉しそう、ね、どうしたらいいですか。チューしましょう。チューで、みゆとゆみこ、ポッキーが、ポッキー誰が起きた、結成だよ。あれなんか誰だよ。みなみに入れた人、ちょっと、3人一言ずつ最後言う。あ、そうね、そうだね、何も分からない、まあ、別に知ってもいいよって感じ。みゆみゆ愛してるよ。そっちのクルーじゃない。おー、いい、欲しい、欲しいツッコミをくれる。じゃあ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 みゆみゆよっしゃ行くぞ。じゃあ私コロナ禍で聞けなくなった現場が今ここに残りたいです。でも別に生きる理由も死ぬ理由もない貪欲な女だな。ぼっちゃんは、私はもう後輩を思いならば、嫌な言い方する、後輩思いならばって思いますけど、まあ何も言いません。振りね、振りか、振りましょう、振りましょう、釣られる、釣られる気が2秒で決まったよ。え、はい、ぷく、はい、ぷくです。ぽくちゃん言えればいいのね。そんな声を大にして、ポッキー誰、ポッキー、私ポッキーか、そんな声を大にして、はい、次食べてるからな、私悲しい、釣られそうに、やっぱ美味しそう、銀だこみたい、このカリカリ銀だこは油してる。今ちょっとさっき届いたお店で、家ではできない DJ 福ちゃんの手紙を今ちょっとあれです選別してます。メリメリクリスマス、速達で届いております。すごい、すごい、ちょっと待って、会いたい、え、私とポッキーさんの決戦投票、私だ、出た、また決戦、僕は何かしたの、うん、出た、出たもうベスさん面倒くさいから、まあ一番上に、はい、じゃあ私なんか分かんない、新たになんか実は疑われる、また決戦投票だ、はいよ、なんかの発言、何タイプ、東京、オッケー、どっか私にときめく一言、ぺっちゃん、いつだって付き合ったらいいの、ぺっちゃん、だってあかりさんあれだから、ロリコンだから、そっか、私が私が何言っても響かん、そうだった、ごめんごめん、そうだ、ロリ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 、これ見ていい？あかり。いい、何も書いてないよ。何も書いてない。何か。まだ途中だもんこれ。え、たこ焼き食べていい？無理です。あ、無理です。もう、もういいけど、さ、いらね。いただきます。ごめんね、なんか何も作ってなくに。すごい。めっちゃ上手じゃん。天才か？あ、オチが死ぬわ。あーあー、本当に本当に何なんでしょうね、私が捧げてきた4年間は一体なななんなん、お疲れ様でした、バイバイ、さよならでした、連れされます、はい、みかさよなら、みゆちゃん、はい、
ピヨピヨピヨ。ユリコの画面ずっとたこ焼きなの？そう、ボロ声だけ入って。そういうこと？たこ焼きなの？もう私は誰も聞いてない、誰も聞いてない、何もできない。見てた私のルーム。え、もうね、なんかね、見てほしい、みんなめっちゃ美味しそうに見える。私は本当に市民なんです。誰も誰も、もうみんな別の話してる。ピントがちょうどいい。プクプク、悲しい、怖いんだけど。怖い人がいる。カメラないね。え、怖い。ストイック。ゆみさんが筋トレしとる。美味しそう。はい、好き。まんまる。この空間の空気だけで白米が食える。切った。ごめん。あ、本当ですか。そんなことある？急にです。うん。食べてる。もうダメだ。眠い。暑いでしょ。帰ったらすぐ寝よう。やめて。来ないで。あなたはもともと、え、これ何？ゲストありがとうございます。怪しいと思うんですよね。あ、そう。はぁはぁ言ってたら聞こえない。目が眠そう、眠い。あ、はぁ、おいしい？うん。ごめんごめん、おいしい。オフなのに。オフなのに眠そう。私はもう、生活リズムが。冒険冒険だけな。綺麗なんですよ。ボドロ。これはボロロン。今開けた。犠牲者はいませんでした。どういう意味？どういう意味？騎士が守った。だからマイハをやって、あ、騎士が？騎士が守ったじゃない。じゃあもうさ、絶対に守るじゃん。私は騎士ではない。そしてにわかに怪しいと思われる人物はミミコ。わかる？あ、分かって手に残ったのかな。あ、おきちゃん市民だったよ。あ、礼拝したから。うん、あ、そうだ。あ、でも騎士はいるから。うん、確かに。ね、騎士有能。あ、おお、占い師、占い師。みんながね。みゆみゆが人間だった。あら、言葉で分かる。シロです。ということは、あと一人。まあ、難しいね。ケミリンとみーちゃんと福ちゃんの中に二人おる。あ、そういうことか、そういうこと。そう、じゃあ。みーちゃんと。おじちゃんが全然分かったかって。え、じゃあ、ニャンポンポ。あ、騎士出ていいじゃん、騎士。ニャンポンポ。確かに騎士出たら終わりじゃん。はい。え、お、はーい。3人出てくる。待って、これ。ニャンポンポ。これ絶対。人狼向いてない説。絶対この2人だ。向いてないよ、絶対。だってさっき私、みち守った。あ、恋愛師も OK？ みち守ったよ。あ、みち守ったの？だってみちを守る人でしょ。え、違う。違うよ。本当は占い師だけど、私マイハ守ったよ。でも、あのね、この中にマイハちゃんを守る人はいないと。もう、うん、ひどい。私も多分。だって絶対に狙うって分かってるから、逆に狙わないっていう。なんか役職持ちだから持った方がいいのかなと思って思っちゃった。これは福ちゃんかな。うん？本物。ああ、びっくりした。本物だね。な気がするけど、どうですか皆様。怖い怖い。ちょっとユミリンの話もすごい。そうだね、二人の話もやっぱ聞いとかないと。本当にマイハマですか。うん、終わりました。はい、え、いや、ちゃんは二人守ったの。いや、私いないです。自首した。まあ、とりあえずまあ、私は初手から緑に出てたよ。やめろ。ちょっと緑に一回するね。もう、自白しちゃった。一番最後だけじゃ喋らないもんね。キチナビに逃げてたもんね。眠すぎる。騎士みんな。あげー！よかった、ブーボードあって。熱い。ご時世ありがとう。ご時世ありがとう。私誰にいるだけ？ポッキー。ただただ眠そう。もう眠くてダメですね。熱い。ありがとう。最近私が朝配信が多いな、そういうそれがいいんです。ありがとう。ササックさん、キロキロピッピさん。うん、誰がおる？前、過去に前だったの。過去に面白くなるんだろう。だから未知と話す夜の時間なくなりそう。いや、話したいから寝ないでって言われた。はい、青い白い由美子、もう眠いの。
真剣に座る。はい。待って。はいはいはい。これみんな、ツンミナミコーラコーラいや、ベンゴレーズがいい。あ、終わったのか。いいいいいい。あ、あのモンスターで。いや、あ、いいいいいい。あ、仕事ない。私はオフ。とりあえず、とりあえずリンゴ。うん、いいいいこれ、いい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 いふくちゃんリプしてる。あ、そう、さっきリプするって言ってた。ヤマハさんね、どこ。あかりんがさっきさ、あかりん騎士って言ったのタイミングでちょっとじゃ天才。お誕生日おめでとうございます。自分で書いてる。一番あかりんが分かってないじゃん。なんか多分いろいろ分かるじゃん。あ、よいしょだった。よいしょ。ヤマハさん誕生日センスダメだ。まあそりゃそうだ。なんでよー。ママさん、ありがとうございます。今日誕生日さ、おめでとう。じゃあ眠そう。もう眠いんご。え、もういいです。あの、もう大丈夫。私の画面を見るのが、グラデーションになってるんですよ。真っ白で、違う、黒で。私とみなみが人狼です。それでなんか小顔に見えるらしいけど、わかんない。見えてるかな。はい。え、どういうこと。それ周り見えてるのかしら。私の画面開いちゃって。はいはい、はい、あれ最高とかが全く分からないんで、占い師を消しましょう。そうだね。あー、まあ、でも出てきたの騎士やけど。なんか分かったら分かるじゃん。それが分かんないけど、パコ覚え、パコ。大体人狼のね、片方が出てくるのよ。そういう事実を持ってないんで。2人で話し合う時間ないから分かんないよね。道は見さ、イエス。え、占い師消すの。やってみる。じゃあだったらワイン、あの計画しとく。あ、斉藤さん、ありがとうございます。いいよ、入れとこ。できてます、できてます。まあでも、実は人狼じゃないから大丈夫だよ。確かに。そんなすぐできたことない。確かに。めちゃめちゃ、うん、引いちゃったら言って、大丈夫だったやばくない。ありがとうございます。クマかわいい。ヤマハさんおめでとう。みなさんおめでとう。2回連続で人狼なんてことフラグ立てるのやばい。すごいフラグ立てるじゃん。はい、なに。眠そう。確かに。え、いやいや、明日オフなオールもできるね。もう最近オールできない体になってる。疲れちゃう。スーパー、よく寝るもん。ルフィ長髪伸びてる。最近切ったんやけどね、すぐ伸び。なんかしとるで。コココピー。なんかいる。よくあるやん。エンタ。好き。いい、あそこで踊って。あ、出ない。何も聞かずに。ん？ステージ一番好きなフリは何ですかに私これ選ぶ。ずっとやってみたかった。よいしょ。何時までの配信？12時までしかできない。好きなの？すごい震えてた。あ、これがピカピロード好き？次こう、ね、次スピーだよ。ね。いや、メイミムさん。メイクノイズの時も震えてるよ。私は24時まで。一緒にお風呂入るのって言われた。震えてる。見えない方がいいんじゃないですか。意外と全部見えるより。何の話？女性の体というものは。家のカバンが12機と。狭いから。そうだ。家のお風呂。お疲れ様です。ありがとう。ポンちゃん、ポンちゃんのツイートしてきます。ちょっと待ってね。ポンちゃん、あやぱん、あ、
パンちゃん、パンちゃん、エアパン21歳の誕生日おめでとう。あ、わかる、あー、これそれわかる、人の気持ちよくない、気持ちいい、パンパンパン、あやパンパン、おたおめ、おたおめ21歳、パンパンパン、あやパンパン、相談タイム、うん、スタート。はい、そう、ブルドッシュだ。えー、めっちゃ低め。みなみんがチミーですか。これチミーだ。よかったね。私もチミーだった。私も市民だよ。市民でした。何も言えん。誰占い師に言う。話聞いてない。私対抗も出てこない。霊媒師が出ないっすね。ね、まあ霊媒師は少ないか、うん、でも霊媒師出た方が安パレ。まあ霊媒師。お。お。お。じゃあこれは霊媒師だね。じゃあ私。羽ね。羽ね。可愛い。なんか乗った。いいよ。わかる。あげる。めっちゃ寝てた。麦茶、罰ゲーム的なのはな、ないね。それ？これ私。はい。みちの配信見えない。今なんか、ね、なんでパンちゃんのツイートしてる。なんで？ダメツイ。なんで目があったのにそらした。人狼だから。目と目が合った。こうなる運命だ。人狼だから。涙をいくつ乗り越えればいいの。卑怯は好きになるって切なく辛いもので怖い。あの日からごめんね。あなたにラブも話して、話して。アカリンは人狼じゃないので殺さないで。私は自分じゃないんで、まあ、炙ってもいいですよって感じ。炙るとか炙るとか。私も人狼じゃないから、やってる人も。ビューティフル。え、お、どうしよう。あ、センキュー。市民です。英語コメ。これは市民。みんなそういうの。要は千葉の話じゃないかもしれない。え、こっちは市民。やべやべやべ、教授。ビア教授さん、入れた入れた教授。ビア教。リアル教授も略してきた。リアル教授。え、もうフォクちゃん十分ですよ私。フォフォ。リアル教授。ゴリラ人の。フォフォ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 。うえはうはは。おたけびあげて。ラチョラでも。つぶりやったな。ゴリラやってみたい。やってよ。いいよゴリラでも。冷たいものじゃない。お前やばい。事務所にあるよ、映像で。そう、あの最後、お茶と水っぽバナナ持ってきて食べてたり。あれは、コーナー儀式をやってほしい。ウフォフォやりたい。あー、公園で食べるけどさ。え、で、どうする。あ、もういっか、いっちゃいっちゃフィーリング、フィーリング、あの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 、コンデいっちゃうの。待って、整理して、じゃあ情報を。みちき占い師、ゆみこが霊媒師で、みちしろさき、みなみが白、うん、奥の3人が白くて、残りの中に2人いる。ああ、なるほどね。真っ白。グレーが分断にされました。それは分かんないけど、は自分は純白かもしれないけど、私たちから見たら、まあ、グレーよ。うん、うん、濁ってるね。はい、ゆみこー。はい、あお疲れ様。ありがとう。明日の朝起きれたら配信するかも。ちょっと微妙いけど。はいよ。まあでも岩村美月さんするので。何よ。配信朝、うん、はい、月さん好き。はい、もしかしたらおるかもです。何時ぐらいなの。7時とか7時半とか。みんなの12時も取るか。はい、楽しみに。はい、これは、あ、お箸で食べる。じゃあそれ使って。はい、お箸ください。お箸とお箸と小焼きをここに。寝起きドッキリはさ、かまい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 いい2個食べる。そしたらこれ片手なんで、まあよかったら終わった。小焼きが終わった。
カリカリすぎて使わない。あ、いい感じ、いい感じ。さようなら。ピッつける。ヘンカちゃん朝までいてほしい。もうダメよ私は。はい、死んだ。死んだ。なんで？あかりに死よ。いやいやいや、なんで言うんだよ。え、待って。え、え、死んじゃダメだよ。なんで？なんでまだ。はい、ダメだよ。その仕事、その仕事が私なの。あ、あかりに騎士だったよ。違う違う、言っちゃあかんよ。なんで？霊媒師が死んだ、なんか死んだ人が何の職業だったか当てれるか。でも市民か人狼しか見えないから。あ、そっか。でも今から騎士が絶対殺されちゃうから。私が、私が殺されたから。ごめん、騎士って言っちゃった。バカやん。まあまあ、ごめん。リアル、リアキャン。ごめん。あかりんさ、逆になんか人狼素人すぎて分かりやすいからありがたい。めっちゃ人狼。そう、まあまあまあ、毎回参加してるよ、こういう系の。そうですね。でもね、なのになんで。あ、すごい、今村です。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。私は絶対死ぬと思うんだ。え、なんか対談。配信してる。私配信してるよ。トレーナー着てるぐらい。暑い。めっちゃ暑い。え、私も暑いんだけど。猫草って何？猫草って。あ、羽羽羽。羽ちゃんは。え、いいよ、あげて。あげちゃう。あげちゃダメだった。どういうこと？あ、多分ね、ここで時間で切れるけん、切れとるかも。食べるやつかな、猫。あ、うん。草は嫌だから猫をつけて。うん、日中も。日中も。猫の食べる草とかけてるんですか。ポケモンスターラッキーナンバーにしてきた。うまいね。本当に。私は最近草のことを TikTok の読み上げ機能の影響、なんかそういうのが流行ってるんですけど、ゆっくり実況みたいな、ああいうのに言わせるやつがあるんですけど、あれ WWW っていうのにハマってます、草のこと。WWW なんかね、 TikTok でね、読み上げ機能で動画撮るのが流行ってるんですけど、言ってしまう。 WWW アハリンが騎士って見抜いてる。面白い。何言ってるの。 W のパターン、確かに。でもだじゃないの、どなの。今、え、あ、死んだ。あ、見てなかった、今。投票だけした。見てなかった、そうだ。なんで言うんだよ。何を？ギズって。ギズって言ったらダメだったの？ダメだったね。私が死ななかった。え、ごめん。いいよ、いいよ。え、死んだの？私のせいで？うん。あー！今生き残ってるの誰？だから逃げろって言われるんだよ。そうだ。みちゅーとすまん。道連れにされてます。生きてる。市民。私も市民。あの二人しか死んでないのか。そうだよ。ここし。かわいそう。天国ここ。え？え、誰が怪しいの？ねえねえ、一晩中いる？みちゅーだけいる？ポケがこんな悲しい。どうだろうな。ベッドとか用意しようか。うん、大丈夫。え、すごい。ねえ、おきちゃん。なんか今日色気がある。やば、私と今日一日いたから。いや、うるさ。でも俺ないし、俺なんけ、何も話。申し訳ない。明日でも仕事でしょ。でも、うん、2時間とか1時間。本当？全然みんな、あの、明日あれだったら帰ってね、全然。ごめんね、夜遅くまで。朝っていうか、昼来れたら来ます。大丈夫。あ、え？本当に？うどん起きてたら、起きてたらうどんね、1時、2時、3時ぐらい。あ、やった。来る、来る、3時まで、ね、マジ大好き。イエーイ、ただ飯。ただ飯。大好き。ただ飯。みんな。ただ飯。私、STU に入ってよかった。かわいい。めっちゃ、全然話してない。どうする？出勤や。出勤？出勤？なんか、何時から何やってるっけ？あれね、でも適当だからね。アイスありがとうございます。いいそれか配信にコメントしてや。あ、だから LINE してくれたらいいよ、普通に。怖い怖い。うん？
お昼ご飯作りとうどん完成は違うの、うん、でもさ、お腹すくやん、うん、2回ぐらいだけお昼ご飯を食べたい。胃袋をつかむのは大事、確かに。あ、そういうこと、作るの掴まれちゃうよね。30分ぐらい外ないでしょ。うん、そうですね。かわいい、かわいい、かわいい。ダンスだよ。何のダンス？それの好き。あ、出るか。あ、出る、出るよ、出る。やば、さばくの？マジでさばける。え、ちょっと見せて、優しくて。ユミリーさんがメロン持ってきた。え、すごいんだけど。すごい、でかい。え、すげえ、大きい。え、お、メロン持ってきた。メロン、柿のメロン。すごい、すごい。すごい。みちょの顔より、確かに大きい。まあ、みちょの顔が小さすぎる可能性も。それな。重っ。重いね。誰にも言ってないんだけど、やめて。難しい。これ切れるの？え、ちょっと葵先生。うん？さばいてください。いいよ。おー、かっこいい。いいよって来るのがすごい。人狼ゲームどうなんだ？なんとなくわかる。今回ってるよ。まな板ない。まな板ない。すごい。あ、足が膨らませたのに。あれさ、買ってきたの？スキー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 スでもさ、12時間から誰も配信する人だよ。包丁、多分タコ切ってた時のそこに置いてるんだろう。ポッキーさん、殺された。ポッキー、よくちゃん、ポッキー、誰だ、私を殺したのは。ちょっとあれかも、絶対感情起こしない、今の。びっくりした。今、処理落ちしてるんですよ、私。え、処理落ちしてるんですよ。処理落ちって何？なんかゲームとかでダダダダダダって遅くなるじゃないですか。うん、ああいう状態。人狼チーム負けた。負けた。イエーイ。イエーイ。あやまり。全く疑ってなかったわ。私は葵だと思ってた。私も葵ちゃんね、あの占いでね、人狼当てたのにね。あ、死んだ、そのそのやだってめっちゃ悔しそうにしてたもん。どっちか当たったんだろうなって思った。そうそう。メモリ不足。それ洗ってくれば。メロン取れた。え、メロン大丈夫？手切らんぞいで。うん、葵ちゃんだからだね。メロンさばき方って調べる？葵ちゃん、これ写真撮ろう。大丈夫やろ、その切る前の、ま、上切って。あ、あ、ちょっと怖い、怖い、怖い。顔周り。あ、あ、うん、うん、あ、そう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 、切って、あの旅館のマッサージで。あ、ほじくる。おい、すごい、そう、あ、すいません。ビビビビビビ、すいません。は、コンプラ警察です。コンプラ警察です。でもコンプラは感じしました。コンプラ警察です。私のキャラを取られそうになってる。いるからさ、こうしてこうしたらさ、みんなに、夏じゃん。あ、まあ、あの夏だな。え、すごい。すごい。結構スッて入るもんだね。あ、怖い。あなた。ハム買ってくればよかったですよね、ハム。確かに、ね、生ハムね。汁か迷ったんだよね。なんかゴミ箱あっちであった方がいい、すぐそこに。あ、これ移動でしましたのさ。ちょっと、ね、もしましたにあんこって言われてくれたんですけど。いいよいいよ。SU ホテルともしましたは結構あの敏感なので、敏感なんですか、SU 情報に。ありがとうございます。コアな情報まで知ってるので、あ、伝えてきました。伝えてきます。なんでずっとも生ハムメロンって言われてんの？私が生ハム買ったら生ハムメロンですねっていう普通のことを言ったから。え、でも有名ですよね、生ハムメロン。そう、片メロン。塩にスイカかけるという。あ、そういうことか。待って、なんかちょっと。え、ナイス。ハムとメロンって合うんですかね、どうだろう。わかんないけど、高級料理ですよね。画面にあれやったことある、あのあのプリンに、あ、醤油、ウニ、うん、してみたいけど、ウニをそんなに食べないから、うん、そうか。ちょっと今抑えようしました。すごい、あ
なんかマグロにマヨネーズ塗ったら中トロの味になるとか言いますよね。つけばいいのかを、そう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 、ことあるよ。そう、本家はあるんだけど、なんかタイミングが難しい。そうそうそう。最近リハでめっちゃやるんですよ、そこの部分。ああ、セールよね。私たちじゃないですか。皆さん、今年の夏を楽しんでますか？あ、ありがとうございます。どうですか？めっちゃ怒られるやん。私たちともっともっと暑い夏にしましょう。そう今年の夏を過ごされた、うん、私たちじゃ前失敗しましたよね。私たちじゃさあさあさあみたいな言わないでよ。あそこ歌詞分かったら面白いよね。うん、そうだよね。ずっとあそこハラハラしてるんだから。確かに難しい。めっちゃでもあれ好評だよね。めっちゃいいあれ。くちゃん半分くらいしか脳が捉えてる。大丈夫大丈夫。右脳で寝て左脳で起きる。持ち上げたらゴミよく入れてやがりやっぱりんだから。匂ってこっち見て。ね、すごいメロンの匂いが。本当だ、すごいケーキのケーキ屋さんの匂いだ。スプーンなかった？うん。てか薬切れてきたからちょっと痛くなって。お代わりに持ってくれ。下のもそれもいいかもね。はい。タマくんは寝てるよ。寝てる。顔で笑って心で泣いて。毎日写真撮って。今ね、メロンを葵さんが切ってますね。すごい、なんかそういう工場あるよね。メロン来たんだが。そう、あ、私メロン大丈夫です。私メロン大丈夫だって。うん、来たわ。全然大丈夫。そう、メロン大丈夫だ。超食べる。やったー、いっぱい食べれる。おー、結構大きいですね。すごいな。え、これは高い。ありがとうね。うわー、ありがとう。すごい。うわ、汗めっちゃかいてる。すごい。いい匂い。豪華なメロンの切り方だ。ほんとよ。こう、スイカと一緒の切り方されてる。こういうやつ。ここにニキビがあってさ、アンパンもなんかやってる。すごいな。これマスクだよね、それ。あー。メロンも苦手だけど、メロン食べたことない。食べたことないよ。あ、じゃあこれは、ああ、でもルートは問答無用で食べれないんです。ふくちゃんの携帯貸して。食べたことあるかな。多分ないと思う。酔っ払いみたいな一切のつき方。でもちょっと可愛いかも。そういうチークみたいな。じゃあ誰か、うん、でもね、もう分かるの自分で。はい、喜んでた。全部ダメだから、果物人生損してる。いや、よく言われる。食べていいのかな。でもみんなってさ、食べるよ。果物食べてさ、家族がアレルギーで死んじゃったらさ、人生損してるって思わないじゃん。一緒だ。ほぼそういう気持ちで生きてる。みんな後ろ気をつけてね。美味しいものを美味しいと思えないのはちょっと悲しいけどね。見て、マスクメロン。これが本当のマスクメロン？やばい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 。五万いいね。五万いいね。バズるバズる。バズっちゃう。やばい、先出ししちゃった。これメロンでマスクメロンですって。いただきます。やめてよ会心。マスクメロン。口頭説明。マスクメロン。サブって。サブ？夏に涼しく。マスクメロン。ちょっとマスクメロンの写真もらっていいですか。マスクメロンの写真いいですか。はい、すげえ。さえてる。あ、マスクメロンですね、こりゃ。面白いから。確かにツイッターとかって何がバズるか分かんないもんね。マスクメロンってどうやって食べるの。
かぶりつくか切ってもらえばマスクメロン皆さんあと10分で12時なのでもしなんかやらなきゃいけないことあったら忘れなく魔法が解けちゃう何やるのいる最近よく見る CM 12時魔法が解けちゃうタクシーなら間に合うかしらビービー知らないんだけどごめんなさい初めて聞いた今がまだ大丈夫じゃないか、ね、あそうそうそうほらどこで流れてる YouTube です何なんかうまいカチョブルー教科青井先生青井先生旅館ビビーの CM タクシーの CM すごい本当だすごいたたたーかかわいいありがとう本当はねここを出すと青井先生持ちちょっと二の腕がなんか手が滑っていってるみたいなやめてパイナップルに見えるいただきますみんでくれん人が何か食べてるのって見ちゃいますよね。大丈夫？お願いします。やばい。私こうやってね、食べるのなんか。うわあ、おいちゃん。大丈夫？気管に入った。死なないで。ごめんごめんごめん。私が死んだもんみんな。やだよ。ありがとう。自分の輝きを。めっちゃ綺麗だからメロンジュース。甘いよ。お水いる？大丈夫？死んじゃう。花火みたいになってる。綺麗な切り方。床に入ったみたいメロンが。みんなもやつめっちゃ食べやすそうやな。めっちゃ綺麗。すごいよ。見て、青井先生が旅館。え、旅館？すごい。いいよ。葵先生が今。葵ちゃんってすごい。葵ちゃん。旅館の旅館に出てくるメロンの切り方をやってらっしゃってすごい。女子力。すごい。私の持ってきた包丁切れ味あんま良くないはずなのに。もうね完璧なんやなんか私へのスルーシケが。いや。私いないからたまに思うもん自分でも。あちょっといなかったっけ今って。福は葵の関係性いいですね。私は夏のスイカに憧れてがぶりついてた人の食べ方ってなんかいいですね、うん、おー、うん、絶対奥で食べ方どうしようって汁がすごい自分がぶりつきたいおいしいみちゅの食べ方可愛くて好きこんな車を出るのあー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 エヴァーリチマスクメロンバズってるよ本当にうん5億リツイートあやったじゃんメロンも食べ方わかんない確かに正しい食べ方やばい通知がワールドワイドになっちょ、お前有名人じゃんかできるリプしなきゃリプしなきゃリツイートすぐすぎちょっと 何宣伝しようかな自分で出したかったんだけどバズったので宣伝します出してないよまだ出してないの出してないよ出れなくなるのはミュウだけうわっえミュウだけおいたんあ大丈夫爪だけ切るそうだねそんな対応がすぐできるなんておいしいすごいねいしいどうやったらバズるんですかね、うん、バズる世界メロンさバズぐらいしてたのってなんで奥ちゃんの配信が面白いのうわもうやだもうほんと赤ちゃんみたいなのなんでめっちゃ垂れてるもんねかわいいマサが赤ちゃんメロンフォークで食べるんやそうなの拭いてたね拭いてバズったら宣伝していいと聞いたのでシリーズあれやりたい憧れやりたい、うん、何宣伝すると言われたらなんかないもう自分のことそうだねバズったらもうやだもう吹かないよアイドルやってますお聞いたり他人にかのように嘘でしょうかもう私もなんかあの嘘松ツイートしようかなとじゃあいいね
マックで聞いたんだけど女子高生が喋ってさ、あいい、ね、バズりたい、嘘マスしたいね、うん、リプされたい、嘘マスって、あー分かる、で下の方まで大喜利始まる黒塗りの車にぶつけられたい、知らんで、いいですね、そんなにまだバズったことがないのでね、マスクメロンをどんぐらい食うんですかね、食いてもらった瞬間に食べた、ああ、語るくらいならば黙ってまうさぴょんに押し、面接とかで STU48 の歌詞をそれっぽく面接での言葉にしたら受かりますよ。やってみて。はい、私は黙ったまま何か喋るよりは行動してみようと思う信念で日々を生きております。なんかね、いろいろとありますから。しかもちょっとしか引用されてなかった。いや、まだ頑張ればいけますよ。急に言われたらちょっと。ちょっと頑張れよ。申し訳ありません。すみません。そう、だからもしね、何か面接に行く予定がある人がいたら、行ってみてください。見て、うまい。めっちゃ歯型ついてた。その歯型乗せて顔写真乗せたらバズるんじゃないですか。私が食べました私が育てました、ね、あの終わりバージョン、私が食べました、ありがとうね、私の歯型、うん、はい、ありがとう、ごちそうさまです。追い出しできるか、追いかった、そろそろ、もちろん時計8時で止まってるから今何時か分かんない。え、8時で11時57分、あ、今壇上読もう、確かに壇上読みます、13位市下さん、12位塩さん、11位和則さん、10位真っ赤さん、もう食べれんか、9位ジェリーさん、8位総龍さん、7位ペルさん、6位春さん、5位キロキロピッピさん、4位バンボシさん、13位会話の皆さんありがとうございました。で3位がザックさん、2位がカボチさん、1位がヨコさんでした。最下位会話の皆さんありがとうございました。久田会さんのショールームはこれからも続くのでぜひ皆さん見ていってください。お疲れ様でした。バイバーイ。私も読みます。13位石山真さん、12位山健さん。